最近作ったヴァンパイアがあって、私ネクロっすよ。ネクロね、やるか。あ、音出す、こっち音出そうかな。了解です。ちょっと待って、なんだよこのゼル距離再生。あれ、本当だ。これか。退屈させてくれるなよ。ここか。退屈させてくれるね。ね、イケメンなのに。あ、強い。俺これは全チェンなんだよね。ごめん、ちょっと視聴者にしか分かんないセリフを言ってますけど。うわ、やべえ。やべえ。初期反応がやべえ。それそれでいいし。うん。いや、目の前にいるのにさ。なんて目の前にいるのにチャットで会話するという。これなので私にとって。そういうキャラでね。それ結構カオスだよね。目の前で対戦してるのにチャット機能を使うという。本当。はい、まあしょうがないよ。違うんだよね。俺2ターン目はバフォメットっていうね、あ、エレメンタルヒーローエアーマンみたいな。わかんないっす。その出た時フォロワーをデッキから手札に加える。まず弱くないですか。ドローできない。弱くないですか。そっちも事故ってんな。いや、それもないっす。それない、うん、マジかよ。一応カーブはできるんで、もうすることがないっていうね。これお互い1ダメージなんだけど、このね、羊ちゃんがねダメージ受けると回復するって能力。あ、間違った、顔じゃなかった。顔いっちゃった。あ、でも顔いってもいいかもな。相手攻撃力1だもんな、うん、今顔いってもよかったかもしれない。わかる、これ自分こいつのこの羊ちゃん、デビルシープちゃんがいるとダメージを受けた時に回復するんです。どうしようかな。飛ばれちゃう。あ、でもそっか。相打ち、そうだよね。ディスアドだもんね。それが正解だわ。それが正解です。あ、強いね、俺。相手相手か。この攻撃力1、ほっとこっかな。強くないこれ、回復するの。このデブレシープほっといたらやばいよ。うん、まあそんなに頑張るポイントじゃん。で俺だけに回復するで。おかしくないっすよ。いやでしょ。え、それ普通にあれっすよ。いや、このデブリシープを倒しさえすればネクロマンサー除去魔法とかあるでしょ。ちょっと進化入ったね。いやー、外れたな。ああ、本当はそっちじゃなかった。ランダムなのこれ。ランダムです。実際のカードゲームだとランダムっていう処理はできないからね、はい、そこがまあシャドーバースのすごいところなんだけど、出してる時結構高校得なんすよね、うん、何言ってんのか。あ、これ強いんじゃない。あー、でも1点足りないな。クソがやったぜ。でも進化使うかこれ。何ですか、入ってくれるんですか。これそっか、フォロワーにしか飛ばせないのか。フォロワー2ダメージってね、1点足りねえなっていう。ああ、ヒーローか。だから進化すれば守備が6になるから、まあ生き残る配置ではないというところで、まあ、若干持てねえな。ヒーロー強いっすよね。強い。いや、もうゴリゴリ削られてる。うん、まあさすがにちょっと羊はいなくなったんで。ああ、違う。これイケメンだね、はい、あ、なるほど。でからの進化。でもこっちあれだぜ、してますよ、だから放置、うんうん、今違ったんじゃないかな。次6か。あー、1点足りない、1個足りない、 PP1 足りない。今のね違ったっぽいよ。私あんまね食べてないのに。いや、また羊ちゃん、こういう的にもう分かるんですよね、うん、あってビルスープだって。これどうしようかな。あいつ取るのかな、ナメプ。いや、これ場を崩した方がチャンスあるんじゃないかな。悩むな。まあとりあえずここが顔なんですよ。はい。でここでもう場を崩しに行っちゃう、相手取りに行っちゃう。分かる。むしろその方が私的に嬉しかったんですけどね。はい、マジで。
やばい、死ぬ。普通にライフが。ああ、違うな。手札持て余してるね。今ドローに使うんじゃなくて余るぐらいだったら進化してつついた方が良かったのかもしれない、ね、まあ俺進化使い切ったからね、その点は分かりやすいよね。でどうしようかなっていうの、こいつ守護持ちにしかアタックできないからね。してますよ、でここで進化してもこいつを処理できないっていう。いや、やばい、事故ったやばい、事故ったあ、やばい、ダメじゃん、それじゃダメじゃん。待って、来てほしいカードが来ない。もうこれ、俺の切り札で出ますよ。ドリャックデーモンで引いたんすか、からのこれ破壊するの、ヨルムンガルドを破壊する。そうするとなんかちょっとね、悪いことをし始めるんですよ。なんすか、ヨルムングラドが破壊されるとですね、はい、自分のダメージが受けた時相手全体に1ダメージ飛ばすって能力が常につくということです。常、そう、あ、やっと来たけど違う、来たけど違う、あ、終わった気かも終わったかな、これはね、こうやる、違う、あ、でもネクロマンスが8以上あるからヘクター、残念、それ引いてないっす引けてないか、引いてないっす。あー違う、いてんだりない。でも最近ちょっといろいろデッキ試してたらランク落ちちゃった、 A0 まで落ちた。なるほど、あー違うんだよな、ちょっとどころか結構違うんだよなあー、それはでも割と強かったよ。エンハンスなどで打って、あ、それじゃ処理できなかったのか。あー、でもそれで最前提かもしれんね。あ、俺もう勝ったんですよ、でも実際は、このこれで1ダメージ受けると相手に1ダメージ飛ばすからこうなるわけそうそうそう、おかしくないっすか、そう、結構ね、7ターン目以降からすごいコンボになるんだからね。じゃあ俺の使ってるネクロ、これは行きます。ヘクターのネクロだね、ヘクター軸、ヘクター軸か、きつい、こっち何軸か分かんない。でもなんか最近ヘクターが弱くなったじゃん、あ、エラッター修正されて、それからあんまり使ってる人見ないね。けどまだ現役っすよ、ビショップっす。いやでもなんかすごい早いネクロと、あ、今 eBay からちょっと通知が来ました。なんだこの時だ、 eBay からコピーキャットをよいてリリースとしたという通知が、あ、結構いいですね。ビショップっす、よかったろうと思って。はい、終了。マジっすか、初期最前提なんじゃないですか、とりあえず、はい、でもね、結構ビショップ遅いんだよね、だから早く攻められるときついはずだぜ。はあ、このハンドどうしよう、生き物欲しいな、早いんじゃないの、いいの、あ、でも確かに辛いなあ、でも生き物引いた、引けたからよかったよ、これ引けなかったらやばかった、今トップドロー怖い、こいつだった、きつく、きつく、アメレット、あー、なるほど、アメレットを早くするやつか、はい、遅いって言った矢先早くするカードを使ってきたの、でこれ殴ってからね、これソウルコンバインション、いやまあそれは普通です、まあね、むしろそれで嬉しかったっす、また行く、あーきついこのドローで何かを引いてこい、キキキキ、
そう、そっち消失させるってカードがあるからね。それでラストワードを処理するといいんだろうけど。こっち。あー、これ出た。コントロールデッキか。あーし、いや、そうでもないっすよ。普通。結構これめんどくさいんだよな、このアムレット。ちなみにこれ1枚しか入ってないっす。あ、たまたま引けたのね。たまたま引けたんすよ。ひとき、あっしゃ、ちたさん、よっしゃって喜んだ。あー、ケミベロスちゃん。でもミミココハウルって結構強いっすよね。あ、なに、それで極んの？ミミココハウル、で、シーンが込みで相手に11点顔面殴るんすよ。どうしようかな。自分の使ってる敵のことしかあんまりわかんないんだよな。あと、まあ、ランク戦で見かけるやつはなんとなくわかるけど。ああ、はいはい、みたいな。結構わからんキルあるよね。そうだ、思い出した。ネクロマンサーで、はい、なんか4体並んでればなんか勝ち。あれが結構警戒しなきゃいけなくて、4体並んだればタダ出しできるなんかすごいでかいやつみたいないるんだけど、 あれ警戒する必要があるよね。あ、ネクロノースかな、かな、ちょっとわかんないですけど、ちょっと引きすぎてハンドが、ハンドアフレル、ハンドが溢れちゃってるかもね。あ、ちなみに次裁判所発動っすよ。ああ、でもたくさん並べとけばどうということはない。ビッチに当たれ。別に当たんなくてもいいけどさ、っていう。今ず全展開だね、全展開。あ、これ進化してたらやっつけられるんだな。これニコスで進化クリーチャー倒せちゃうって強くねえか。強いっすよ、私それ引きたいっすよ、うん、1枚しか引けないっすよ。で、展開しながら手札が減らないっていうこの不思議。でも引きすぎてるね、若干引きすぎてる。当たれ。おっす。おお。なんていう運ゲー。おっす。でもそういうランダム要素って大事だよな。はい。いやー、でも来てほしいやつが来てないんすよね、今。うん。でも総じてデーマーやってる時より楽しいんだよな、俺。いや、デーマはね、実際に実物のカードだから、そのカードを集める楽しみとか、そのキラキラカードの、キラ加工を楽しみとかあるけどね。まあ、そうっすね。うん。で、こうやってこうするか。ああ、全処理。全部処理してきた。どうしようかな。これ1点しか与えられてないしな。何これ、どうなった？相手が戦略できない。ああ、なるほど。引きすぎて今爆発した手札が。何ですかね。例えば死ぬこととかはもう効かないっていうやつです。うん。それもうガチ殴りしなきゃっていう。あ、きつい。きつい。で、さっき引いてきたミミちゃん。デビュー。これで殴っても4点までしかいかないじゃん。だからいいや。はい。いいんだ。残しちゃう。ナメプかな、これ。いや、わかんないですよ。あ、いいカードが来た。いや、2枚か。1点足りないな。でもね、このゾンビちゃん放置しとくと、このデッキの軸がなんだか分かってるよね。そういうことなんですよ。放置すると危ないよ。お、全体攻撃。はい。いや、けどこれ使うのもったいないし。パターン。でもあと1点足んないじゃん。知ってます。それはもう自己引き殴り、はい、忍ぶとほんときついんですよ。これはもうヘクターと、どうしようかな。これ選ばれないのか、こいつ。はい、クソが。イエーイ。はい、でももうそろそろ顔いくよ、俺。いいかい。ひょいんひょいん。顔面顔面。でこれ体力8だから、はい、あの虎と戦っても生き残るで、うん、これね、これやっつけながら生き残るっていうのが大事。ウィパー、足を並べてきた。天ですかね。
いや、殴ってないんじゃない？殴んなくていいんですよ、むしろ。いや、なんでだよ。だって、あ、死んだ。でれー。2体目。お、なんか、あ、ラーの6進路が売れました。今、通知が来ました。そうっすか。あ、進化させておけばよかった、今さら。そうだね、守備が上がるからね。いや、違う。ピッピッシャー。いや、違うんですよ。そしておけば、あの、うん、2体目ヘクター、うん、進化してる方を取れたんですよ。あの、お茶会効果で。いやー、そうそう。取れたりますか。じゃあ、俺、同じネクロで。さっきのあの、なんとかの放流、あの、全体1点、うんうん、あれ、本当ロイヤルには本当よく刺さるんですよ。ああ確かにね。でも一点あれで落ちたら強いよね本当に。あれで生き残しちゃったからねさっき、うん、こっちなぜかポーカーが上手いですよ。ああなんかあったね、トランプの兵隊みたいな。いや違うんですよ、そういうポーカーじゃなくて違う手札に同じ枚同じやつやそういうことスーペアになってたみたいな。いやさっきまでフルハウスになってました。なんでこれこんな引くのっていう。そういうことか。おせえ出た出た。そういうだっけね、俺もう対策あるから。そんなのもうね、こういうロイヤル相手にはひたすら場を崩すことだけを考えて行動すればいいだけ。わかりやすいね、1ターン目にクイックブレーダー。あれですよね、なんか相手が速い出来だって分かってるから、これこうやって場を崩すのよ。じゃあゾンバでもゾンバ相手に1枚ゾンバを吐かせたのは私にとってはでかい。まあ確かにね、俺もエンハース7で打ちたいからね本当は。あ、そうなんですか。だけど多分7点目になる前に即死圏内にはなるから。ちなみに殺しモードさっきまでペアでした。だからゾンビパーティー強いよね。だから序盤でもエンハンス7でもヘクターと相性いいんだよ。たくさん並べてからのヘクターが強いから。出してたっていうかじゃあないっすか。まあね、でここで素人はね、あのこの手札のカードを使うんだけど、使わないんですよこれ。使っちゃダメですよ。そうですか、うん、ちょっと視聴者にしか見えてない手札の話ね。ブラックマジシャンが再出品されました。今通知が来ました。どうしようかな。遊戯王の出品情報が来るんだけど、自動あーやばい、めっちゃビートしてきてる。どうだ。いやまだ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 っすよ。そっちニュートラルじゃないっすよね。まあこうっすね。あれ合ってたかな、こうかな。あ、それ A 発7で出るんですね、プルート。そうだから終盤でも強いっていうね。さあここでちょっと考えてるけど、ここもまだ使わないの。これがねやっぱ天才の、スカルビーストっすか。天才のプレイング。そう、まあ、言っちゃうとソウルコンバージョンだけど、だから使いたくなるじゃん。なんかモンスター残した方が強いことってあるからねっていう。あ、これか、これね。このカード本当に怖いんだよね。知ってる知ってる、使われたことある。じゃあこれをあのニュートラルだから、うん、ネクロに入れると結構強いっすね。多分ちっちゃいのいっぱい並べてくるパーティーじゃん。で、わかる？ここで使うんすよ。わかる？これ今潜伏してるやつもう倒せちゃうんすよこれ。むしろなんかね。で、じゃあもうここで形勢逆転の殴り始めるか。なんかいいんすか？いや、これはね、このね、そう、殴るタイミングって結構みんな難しいじゃん、進化。まあ、これね、結構形勢逆転有利かなって思ったタイミングでこう攻める進化、攻める目的の進化もしていく。うん、まあ相手に3与えたのでかいんだよ、ここでやっぱ進化しといたから。さあ、なるほど。ただ、あれで戦闘が大事に来ると結構きついし、5崩せねえな。やった。いや、これで生き残るな、よし、うん、これで進化して5-5になるから。うん、いいんじゃないこれ。
あった。トリックスターホーリーエンジェルアルティメットが売れました。どうでもいい遊んでる間にバンバン売れてるっていう、これがねやっぱ俺の不思議だよね。遊んでるのに売り上げが出る、それが不思議なお店タクちゃん。ああいいタイミング。そうスマホでやってるから通知が来ちゃう。やっぱこれさ、シンパスしてる人多いっすよね。マジなんですけど、強いね。一応いいとこ。うん、でも相手反応2でしょ。いいです。もうぼちぼちしんどいんじゃないの。いや、そんなこともないっすよ。でってれー、あ、ちゃんと引けてきてる。ありがたい。いや、強がんないでくださいよ。これいや、結構ありがたいんですよ、こっちにとっても。え、なんかここはしょうがない。あ、めぐみチャンネル新着動画の通知が来ました。はい、ありがたいや。何、なんかロイヤルなんちゃら出すんでしょう。でもライフ5だよ。これヘクター残したら死ぬぞ。だからこう、あ、なるほど。じゃあせら、あ、しかも潜伏持ちくざいな。つばきがやっと初めてレジェンドに2枚聞いたカードなんですよ。ちょっと待って、俺勝ったな。マジで？ミミちゃんでありますよね。いや待って、それはつまんないっしょ。いや、ね、やっぱこういう勝てるチャンスを見逃さないっていうのも、そんなやっぱシャドウバープレイヤーなんで。はい、そうすれ。はい、トップランカー嘘です。A0 です。トップランカーだったらさ、クラマス目指してください。うん、いや、そんなガチで出ない。1円も課金してないでしょ。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたが